今月10日から販売が始まったのは平和を祈る熊野化粧筆です。熊野筆のメーカーである紅雄堂が G7 広島サミットをきっかけに伝統工芸品を使い平和の尊さを世界に発信しようと作りました。持ち手の部分には広島市西区の三朝神社の境内にある被爆樹木のクスノキが使われていて、製造した年を刻印することで毎年作っていくという決意を込めています。戦前で戦中でこの復興のところ今の平和な広島をずっと見守ってきたものなんで、これがねやっぱり手に取られたらすごくなオーラみたいなものがすごく伝わると思うんですね。また化粧箱には折り鶴の再生紙を使い広島らしさを出しています。平和を祈る熊野化粧筆は広島市の折り鶴タワーなどで購入することができます。